1200型はフィリピンの首都マニラでライトレールトランジットオーソリティが運営するマニラライトレールで使用される電車の位置形式日本の鉄道車両メーカーによって製造され2007年から営業運転を開始したフィリピンの首都マニラの通勤鉄道網であるマニラライトレールのうち LRT-1000 は1984年12月に開業した最初の路線で マニラ旧市街を含む西部海岸沿いの区域を南北に結ぶ高架伏線路線である。開業以降利用客は増加を続け、1990年代後半から2000年代初頭には車両の故障や保守の不備などによる列車本数の減少や運賃値上げにより一時減少したが、2004年以降実施された輸送力増強プロジェクトの結果、 翌2005年以降は、再度乗客は増加し、慢性的な混雑が続く状況に陥った。そこで、マニラライトレールでは2007年3月の完成を目標とした新たな輸送力増強プロジェクトの実施が決定され、自動列車保護装置の導入、軌道や河川の改修など大規模な改修工事を実施することで、運転間隔を 最短112秒へ縮め列車本数を増加することとなった。このプロジェクトは2005年に建設契約に調印した日本の商社である住友商事と伊藤中商事によるジョイントベンチャーを中心に行われたが、その一環として本数増加に伴う48両分の新型車両の調達も実施されることとなり、同じく日本の鉄道車両メーカーである。 近畿車両と日本車両製造が24両ずつ製造することが決定した。そして2006年12月に最初の車両が完成したのが LRT-1000 における3世代目の車両となった1200系電車である。2車体連接式の車両を4両つないだ4両編成を基本としており、全車両とも主電動機を有する電動車だが、 先頭の2両は片側に運転台がある一方、中央の2両は運転台が設置されていない。車体の連接部は近畿車両がアメリカ各地へ納入した連接式電車に用いられた機構が採用され、貫通ホロで繋がった2車体間は往来可能となっている。高架軌道への重量負担を少なくするため、構え体はステンレスによって作られ強度が保たれる。一方、 骨組みにアルミニウム、室内パネルに軽量複合材を用い、骨自体の数も減らすなど軽量化が図られている。また、LRT-1 線は、車庫内に最小半径27メートルという急曲線が存在するため、先頭、中間車両方とも車端部が絞り込まれている。そのため車両間に貫通路などは設置されておらず、車体間とは異なり行き来は、 不可能である。各車体には両側に2箇所ずつ両開きの乗降扉が設置されている。先頭部は連結器が設置されておらず、車体下部にはアンチクライマーが備わっている。塗装は従来の車両にも用いられている青色や黄色が引き続き使われ、無機質なステンレスの車体へのアクセントとして、乗降扉が青色に塗られているほか、運転台側に 黄色の繊維強化プラスチック製の装飾が施されている。また運転台部分は全面黒色となっており、従来車と大きく塗装パターンが変更されている。内装はマニラの景観に合わせノータングリーンで塗装され、座席は FRP 製のロングシートとなっている。握り棒も含め、車内は人間工学に配慮した配置や寸法となっているのが特徴である。 またバリアフリーに対応し、車椅子スペースが中間車の連接部分に1箇所設置されている。台車は両端に電動台車が2台、連接部に付随台車が1台設置され、双方とも近畿車両がアメリカ向けに納入する路面電車車両に採用されたインサイドフレーム方式を導入することで軽量化やメンテナンスの簡素化が図られている。車輪はメンテナンスを考慮し、 二世代目の1100系電車と同様の男性車輪が用いられている。そのため、電動台車の車軸にもディスクブレーキが取り付けられており、駆動装置は二段減速式を採用している。軸受け手示装置には、シェブロンゴムが使われる。出力1 0 5キロワットの主電動機は、各電動台車に2機、1両につき4機設置され、イベット素子を用いた。 VVVF インバータ制御装置によって制御される。制動装置はクノールブレムゼが製造した回生ブレーキと空気ブレーキを併用する電気指令式ブレーキで屋根上には回生ブレーキの補助用として発電ブレーキ機能を搭載した抵抗器が備わっている。制御弁は各台車ごとに設置されている。クーラーは1車体に1台4両編成で 合計8台が屋根状に設置され、混雑時でも快適な車内環境が維持される、容体容量のものが用いられている。一方で、熱帯地域を走行するために、ヒーターは設置されていない。このクーラー等に電力を供給する、補助電源装置は、交流4 4 0 v 8 9くのものを一両に、月1台ずつ存在する。終電装置は、シングルアーム式パンタグラフを用い、 各車両の車端部に1台搭載されている。製造は2006年から始まり、8月に最初の車両が日本から輸出された。12月9日にマニラで実施された納入セレモニーでは、フィリピンのグロリア・アロヨ大統領に加え、フィリピンを訪問していた日本の安倍晋三内閣総理大臣も出席し、1200型への試乗が行われた。そして、 信号システムとの組み合わせの確認などの試験を実施した後、2007年3月から営業運転を開始した。同年内に全車両の納入が完了し、2016年の時点で全48両が在籍する。ありがとうございます。